されてるかな、されてるわ。バーランダーさん、韓国なんちゃんさん、店長さん、リスリーゴさん、草原さん、チャッチャーさん、モモイナーさん、こんばんは。そう、しばらく配信してなかったからやった。最近全然ショールームしてなかった気がする。ちょっとだけ、そんな長いことやんないけど。真っ暗うちさん、あ、でも明日は、朝っていうか、多分、顔うちですかもしれん。仕事に戻らなくてはいけない。この時間から大変だな。おひさ。こんばんは、久しぶり。あ、ゆうださん、久しぶりです。来てくれてありがとう。声なったりってない焼肉食べてる。え？この時間かな？あ、でもまだ10時なんだ。意外と早いね。明日もお休みだし。明日お出かけ？お出かけするよ。うん。久しぶりにやったからかわかんないけど、出てこなくなっちゃった。まだ10時よ。それな、まだ早いね、意外と。びっくりした。早い。なかなかゲリラには。ゲリラってどういう意味だっけゲリラ豪雨？何？焼肉全然食べてない、最近。パスタとかばっかり食べてる。マックフロントさん、こんばんは。シンゴジラ。シンゴジラ？なんだそれ。ゲリラのと。ここね、Wi-Fi つながりにくい部屋だから。予告がないという、あ、まあそういうこと？そういうこと、わかりやすい。そういう意味か。なんで予告がなかったの？かな。今、テレビ朝日で、こんちに。何それ？ん？わからん。わからん。ニトリに Wi-Fi プレゼントやったイエーイ。ゴジラ、あ、ゴジラかもうね、全然マジでテレビ本当に見てなくて、最近本当に全然見てない、テレビ。関東はゴジラやってる。フジテレビ見てないんだよね、本当に全然見てない。お出かけ好きだね。そう、
出かけたい。なんだかんだほぼ毎日外いるかもしれん。わかんないけど。明日どこに行くの？どこ？でも名古屋ってあんま行くとこ自体はさ、なんか言ってさ、なんか名駅とか栄とかしかさないじゃん。なんかどこ行くみたいな全然ない。とりあえず出かけるけど、レゴランド行った。レゴランドハンバーガー美味しかった、レゴランドの。だけど、また行くかは、なんかね、わかんない。でも意外とさ、なんかそんなに、結構遠いじゃん。だからちょっとあれだよね。なんか電車とかで行けるっけ、あそこ。場所どこだったかな。連れてってもらったから、ちょっとよくわからんけど。大丈夫。それなんて読むんですか、店長さんが書いてくれてて。最近全然見に来れんかった、ごめんね。いいよ、また来てくれたら嬉しい。充実してっていいの本当。でも最近結構充実してるかもしれない。雨降らんかったらお出かけしたいな。明日ね、雨降んないらしいよ。うん、今日は降んない。月曜日は知らないけど、明日降らない気がする。そういえば明日誕生日。やば！明日配信したときお祝いします。最初に言っとくもん。ハッピーバースデートゥーあんちゃん。おめでとうございます。いい一年になりますように。明日も言います。おめでとうだ、それは。レゴランドで来て駐車場が遠くなった握手会の時に、レゴランド握手会の会場とかどっち近いのかな。わかんない。友達がサーティワンのアイスケーキ、あれめっちゃ美味しいよね。小学生の時になんか友達の誕生日の時になんかちょっとだけ食べてめっちゃ美味しかった記憶ある。そっから食べてないけど、また友達食べた。あれめっちゃ美味しい。なんかサーティワンのアイスクリームよりあのアイスケーキの方がずっと好きかも。羽豆みさき。あ、でもなんかさっきの漢字見たことあるんだよね。ちょっと調べてみよう。どこだろう。なんか本当に行くとこあんまないじゃん。だからさ、なんかそういう情報はありがたい。あ、はずみさき。バランダスさんのじゃない。かった。はずみさきか。はずみさき。どここれ？行ったことあるわ、ここは。行ったことある、私。あ、行ったことある。あ、そう、好きって書いてあった、なんかどっかに。書いてあったのは行ったことあります。てかこの前行った、結構前だけど。いや結構前じゃない、2ヶ月以内、3ヶ月以内ぐらいかな。よくわかんないけど最近行った、ここ確かいつだったか覚えてないけど。
ありがとう。いや、明日もいます。ナタリーとうどん食べたい。うどん美味しいね、うどん。サーティワンさっき言ってた、なんかサーティワン、そう、割と閉まるの早くないですか？この前友達となんか入ろうかなと思ったらもう閉まってた。 SKE のせいで。トリをとりあえずブラブラする派。なんか東京とかさ、大阪とかに住んでたらなんか違うかもしれないけど、なんかやな、なんか結構決まってきちゃう気がするよね。今日も現代化に誘われて見に来ました。不思議なんだけど。ありがとう。あとビギナーマークついてる。早くなったね。コロナの、コロナの影響かな。サーティワンもコロナの影響なの？東京に住まないの知ら、わかんない、まだ。わかんないっていうか。大学生になったらってこと？ねえ、大学何県行くか全然わからんからさ、わかんないですね。のとちゃんとユニバ行きたい。ユニバさ、私行ったことないんだって。ユニバ、ディズニーランドはあるけどユニバ行ったことなくて、行きたい、そのうち。のとちゃんこんばんは。みつかさんこんばんは。名古屋も都会やん。なんか都会だけどさ、なんかでもさ、真ん中だから、東京とか大阪とかもさ、どっちもなんか近いじゃん、近いっちゃ近いじゃん、割と。だからそこはいいけど、なんか行くとこはさ、大阪とか東京に比べたらめっちゃ少ないっていうか、偏ったことかな、なんか固まっちゃう場所が。深いと三駅ぐらいしかなくない、割と。うん、声かわいすぎ、ほんと嬉しい。全然立教においで、賢いもん立教は。こんばんは、トリピーさんこんばんは。ユニバ行ったことないや、ないや、意外。そう、ユニバ行ったことない。大阪は何回かあるんだけど、ユニバないんだよね。名古屋に住みたい。まあ、いいけど、いいと思うけど、なんか飽きちゃう気はするな、割と。大阪もユニバと大阪城とたこ焼き。なんか梅田めっちゃ楽しかった、普通に。どこ行ったかな、大阪。めっちゃ楽しかった、でも大阪。長島行った？長島？待って、どこだっけ？長島？最近全然行ってないよ、長島は。修学旅行でユニバ行かないの？修学旅行？いつの修学旅行？高校の修学旅行は全然大阪とかじゃない、全然。違う、全然遠い場所だから行かないんだけど。名古屋ドーム名古屋ドームね。この前車に通り過ぎた。いいね、大阪。悩んだわ、住めばと。中学の、中学の時はな、奈良と京都じゃなかったっけ。あれどこ行ったっけ。あれ、それ小学校か、わかんない。中学の時どこ行ったっけ。中学の時は山梨とか東京とかじゃない、どこに行った気がする。大阪行ってないよ、そっち方面行ってない。ラグナシアは開ける。ラグナシア私行ったことあるかな。
ラグナシア？え？ラグーナのこと？ラグーナのナイトフールは行ったことある。ラグナシアってなんだっけ？なんだっけ？ラグナシアってなんだっけ？ CM やってるやつか？かな？ユニバは追加チケット買えば並ばないのがいいね。あ、そうなんだ。え、でもなんかさ、言ってなんかディズニーランドも全然並ばなかったんだけど、気のせい？え、ファスト、なんか買ったっけな？ファストパス買ってんのかでもあれお金かかんないよね。なんかね、そんないっぱい行ったことないんだよ、ディズニーも。なんか 2回ぐらいしか行ったことなくて、でもなんか2回とも全然並ばなかった、人いっぱいいたけど、なんかスラスラいろいろ入れた記憶がある。全然違うのかな、わかんない。奈良か山梨と、あんま覚えてないけど記憶がない。ラグナシア、ラグーナ。え、それってさ、ナイトプールあるとこのやつだよね。ナイトプールのやつ、それ。そこ行ったことあるよ。楽しかった、あれは。ナイトプールに入るあたり、ナイトプール楽しくない？楽しかった、ナイトプールは。今年は多分行かないんだろうけど、リア充なったナイトプールはおっさん入場禁止からからの。そうなの？え、そんなこと初めて聞いた。マジで？スケイが水のないプールで水のないプール歌った時っていなかった。え、水のないプールで水のない、何それ、知らない、なんだそれは。そういう歌があるの？あるんですかね。岐阜にも遊びに来てみてください。岐阜ね、何気に全然行ってない。でも親友の子がなんか前まで岐阜に住んでたし、行こうかな。何があったっけ、なんか高山って岐阜だよね。あれ岐阜だったっけ、高山って岐阜だよね。そことか行ってみたいかも。そういうとこ結構あるよ。カップル以外は男子入場禁止のないと。え、やば、そんなことある？え、男子めっちゃ、なんかさ、男同士とかで、男友達同士でさ、来てる人たちめっちゃいたよ。ナイトプール、めっちゃいた、めっちゃいた。
絶対ラグナは多分禁止じゃないと思う。バリバリいたもん、いろんな人。こんばんは、イセブさん、こんばんは。高山岐阜よ。あ、そうやんな、そうだよね。行きたい行きたい。高山岐阜ですよ、行こう。でもなんかそんなになんか意外といろんなさ、なんか県、国内なんかいろんな県全然行ったことなくて、あんま詳しくない全部。だから岐阜にね何があるかもあんま全然わかんない。なんかおすすめとかあったら教えてください。それこそ長野とかも行ったことないし、多分近いけど岐阜もないし、三重とかも多分ない、全然行ったことない。名古屋なら詳しいな。名古屋は詳しいね。名古屋は詳しい。韓国にはロッテワールドぐらいしかない。韓国最高じゃん。韓国めっちゃ好き、早く行きたい。なたちゃんは自宅のプールでナイトプールのハウスパーティーやってやれないよ。家にプールないもん。楽しそう。ナタリーと同伴ならいけそう。同伴って言い方。ナイトプール行ってみるか。楽しいよ、行ってみてよ、楽しいよ。今年はどうなんだろうね。ナイトプールは結構密だからさ、あるかわかんないけど。7月8月あたりだから多分。どうなんだろうな。あるのかな。いいですね。水のないプールって歌があって、ラグーナのライブで歌って、なんか古いやつなら知ってるよ。それを知らないわ。でも初めて聞いた。あのこじはるさんとかがなんか、あっちゃんさんとかがやってるなんかプールのやつで、なんだっけあれ、あ、ハートハート型ウイルスだった分。え、プールのとこで撮ってなかった？それを知ってる。ナイトプール行きたいんで悲しみなくなってください。ナイトプールってカップルじゃないといけないの？面白い。ユチの家に行けばプールありそう。ありそう。ユチの家超綺麗そうじゃん。行きたいな。長野はそば。あ、そうなんだ。なんかでも夜に夜星が綺麗そう。めっちゃ行きたい。綺麗そう星。韓国料理好きだよ。韓国料理も美味しいね。あのなんだっけ、名前忘れちゃったけど、のり巻きみたいないろんな具入ってるやつ、なんだっけ、あれめっちゃ好き。チーズタッカリとかも好きだったけど、今はもう終わったよね。今何が流行ってんの、韓国は。何が流行ってんだろう。家にプールありそうだったのに全然ない。見てたからつい。シュールキレ、なんて読むの。岐阜も綺麗だよ。星、東京のインスタで有名なナイトプール、男同士ダメやね。そうなんや。東京のナイトプール厳しい。名古屋はいけないかな。恵方巻き、恵方巻きみたいな見た目のやつ、あれめっちゃ美味しい。キンパ、あ、そう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 、キンパキンパキンパです。あれめっちゃ美味しかった。韓国2回行きました。いいな。私は1回だ。1回しか行ったことない。また2回目行きたい。
韓国楽しいんだよね。行きたいな。そう、でもなんかそんな1週間とかじゃなくて、結構何泊だったかな、2泊か3泊しかしてないけど、結構ソウル市内ほぼ全部行けたからめっちゃ有意義だった。韓国いいな、知らぬ間に。SKE とか全然入る前に行ったんだよね。入る前のいつだったかな、でも入る前だった。全然その前の前めっちゃ前、中2なんだよね。だからしばらく行ってない、2年間ぐらい、3年間、あれ今高2だから、そう全然行ってない。どこ同士でもいいじゃないかね。私は女の子と行きましたよ、ナイトプールは。とある BL の映画だったと男同士でナイトプール行ってたけどな。普通になんか男と、なんか大学生とか、めっちゃ大学生と、大学生か知らないけど、大学生っぽい人とか、なんか、普通に男の人同士で来てる集団めちゃめちゃいっぱいいたよ。で、女の子同士もめちゃめちゃいたし。カップルの方が少ないんじゃないかな、多分かなって思った気がする。今年行けないだろうね。でも多分行けないんだよね。ロッテマート、ロッテマートいいね。ミョンドンは観光客いなくて店結構閉まってる。なんか韓国ってどうなってんのかな。韓国って今コロナどうなんだろう。完全に収まってんのかな。女子同士で、2人で行った、女子同士で。女子同士で来てる子もめっちゃ多かったよ、全然。なんか全然普通だと思う、多分ハワイ大好きな芸人見てたらハワイ行きたくなった。ハワイ、私行ったことない、ハワイ行きたい。行きたい、ハワイ。カモフラージュ、もう会える日近いかな。どうだろう。わかんない。ハワイ3回あります。いいな。ハワイ行こうよ。行きたい、ハワイ。ナイトプールより夜の温泉にナタちゃんと行きたい。温泉も好きだよ。最近行ってないな、温泉全然。コロナ日本と変わんないと思うよ。あ、そうなんだ。でもまだ少ないの？なんかさ、今日めっちゃ名古屋とか全然めっちゃ多かったよね。行った人いるかな？めっちゃ多くてびっくりした。びっくりしたっていうか、もう前、先週とかもそうだったけど、なんか戻った感がすごいある。収束した韓国。今年中はイベント厳しそうですか？なんかやろうと思えば多分全然できると思うけど、なんか、みんな集
まってくれないとやれないから人数によるかな、うん、って感じ。ハワイいいな。ねえ、ハワイいいね。行きたいな。7、8回行ってる。どこだっけそれ、なんだっけ、さっきのやつだっけ、なんだっけ、わかんない。ダリイベント待ち遠しい。ほんとダリイベント、来てくれるかな、やったら。1000人以下までならできそうだけど、握手が厳しいね。あー、そういうこと？1日感染者40人だけどマスクして普通に出荷してる。え、日本ってどうなんだろう、変わんないのかな、わかんない。え、なんか名古屋とかはさ、本当に毎日さ1人か2人か0人みたいな感じじゃん。だけどなんか東京の情報を最近見てなさすぎてわかんない。合わせたらそんぐらいなのかな。ネタネタ1000人おいで最高じゃん。そうしたらもう神、集まれナタリの森に集まれナタリの森やる。鳥取？鳥取か、行ったことないわ。鳥取は遠いもんだって。ビザ出ればイベント行きたい。嬉しい、やりたいな。じゃあオンラインナタリオンラインナタリする。オンラインナタリね。来週ライブ行くけど200キャパのところに30人。少なくない？そうなんだ、200キャパなのに30人か。今みんなライブとかイベントに入れてるからすぐ集まる。今日発売したデラのライブ1分で完売だった。やば。あ、そういうもの？なんかみんな、なんか今やってもさ、なんか割と来ないのかなって思ったら意外と来るのかな。じゃあありじゃんありじゃん。それはイベントあったら僕が運転して雄大くん連れてきますありがたいって言ってるしお願いします。LINE の会話みたい。ナタリー券あるよ。ナタリー券ありますか？まだ寝ないけど、もうちょっとしたら終わろうかな。あとね、5分ぐらいしたら終わろうかな。
そろ終わる。コメントが少なくなってきたから終わるかなって感じ。一回寝ようかなってことで終わります。バイバイ、また来てね。また来てください。一回寝よう、おやすみ。リスリーゴさん、おやすみ。明日も早いので早くはない。バイバイ、テントさん、バイバイ。またね、バイバイ。